Hi there, my name is Taro. Welcome to my YouTube channel. This channel introduces Japanese culture and Kansai customs in simple Japanese by native Japanese speaker Taro. Some parts may be emphasized. Please enjoy and think that, is there such a culture? I also speak Japanese a bit slowly. Please use it for studying Japanese language. Subtitles. 今回のテーマはこれです。平和すぎてびっくり。日本人の驚くべき生活。Peaceful. Amazing Japanese life. 日本は世界一安全な国だと言われています。犯罪は少なく、治安がよく、安心して過ごすことができます。 夜に外出したとしても大きな危険はありません。また外国から来ていても一人で出歩いても大丈夫と感じる人が多いのではないでしょうか。これから紹介することは日本に住んでいる私たちからすれば普通のことばかりです。しかしこの国は安全すぎて他の国では見られないような光景が まで見られます。今回はそんな安全すぎる国日本で見られるちょっと変わった光景について紹介します。これを見たあなたは日本が安全すぎてとても驚くとともに日本に行きたくなると思いますよ。日本人の驚くべき生活。 一つ目、電車で寝る。あなたは電車の中で居眠りをしたことがありますか居眠りとは座ったまま、もしくは立ったまま眠ることです。日本以外の国の人は多くが電車で居眠りをしません。もし電車で寝ていたら財布を取られるかもしれないですし、 何か犯罪に巻き込まれる可能性がある。そのように答える人がいるでしょう。しかし、日本では違います。もし、日本で電車に乗ったら、車両の中を見渡してみましょう。必ず寝ている人が1人か2人はいるでしょう。日本人に、あなたは電車で寝たことがありますか といいう質問をしてみてみくださいおそらく90%以上の人はイエスと答えるでしょう。日本人にとっては電車で寝るというのは普通のことです。中には自分が降りる駅で起きられずにそのまま終点まで行ってしまう人もいます。 その場合は終点の駅で駅員さんに起こされます。終点の駅ではみんな電車を降りなければなりません。駅員さんは終点の駅では車両の異常がないか、落とし物がないかなどを確認します。それに加えて寝過ごした乗客を起こすということも。 駅員さんの大きな役割になっています。日本人の驚くべき生活2つ目財布を落としても帰ってくるあなたは財布や携帯電話をなくしたことがありますかもしあなたが屋外で財布を落とした場合 二度と自分のもとには戻ってこないことが多いでしょう。多くの国では高価なものを落とすとそれは拾った誰かが持って行ってしまい二度と帰ってくることはないでしょう。しかし日本では違います。財布や携帯電話、鍵など大切なものを外でなくした場合でも。 誰かが交番や管理会社に届けてくれ、見つかることがよくあります。私は一年前、友達とお酒を飲んでいました。その帰り道で、なんと結婚指輪を落としてしまったことがあります。数日後、その事実に気づき、私はとても落ち込みました。 どこで落としたのかもわからなかったです。とりあえず利用した電車の管理会社に連絡をしてみました。管理会社の人は指輪の落とし物をチェックしてくれました。すると驚くことに自分が落とした結婚指輪が落とし物として届けられていました。誰かが拾って 電車の管理会社に届けてくれていました。私はそのことにとても驚き、またとてもうれしく思いました。拾った人はそのまま盗んでいれば10万円くらいは得をしていたでしょう。しかし、拾った人は落として困っている人がいると考えて、 いしに届けててくれていました。このようになくしたものでも拾ってくれた人が交番などに届けてくれていることがとても多くあります。日本では子どものころから落とし物を拾ったら交番に届けましょうと学校の先生や親から教えられています。自分が、 少し得をするよりも自分が物をなくして困った時の気持ちを考えて届けてくれる人がとても多いです。日本でもし何か大切なものを落としてしまった場合はまずは近くの交番に相談に行きましょう。三つ目、店の前に傘が置いてある。日本では 個人のものでもみんなまとめて置いておくことがあります。例えば、日本のコンビニの入り口の前には、傘立てが置いてあります。お客さんはコンビニに入る前に、傘立てに傘を置いていきます。雨の日などは、多くの傘が傘立てに並んでいるのを見るかもしれません。 外国から来た観光客はあの傘取られないのかなと心配になるでしょうもしお店の中に傘を持って入ってしまうとお店の床や商品が濡れてしまいますだから日本人は店の前に傘を置いていきますしかし間違って 誰かが持って帰る可能性はありますし急に雨が降り出したときは実際に盗まれることもありますなので傘に名前を書いておいたり他の人とは異なるデザインの傘を持つなどの対策は必要ですまた傘を置いたことを忘れてそのまま帰ってしまうこともあります 傘を置いたときは、その傘を忘れないように注意しましょう。私、太郎自身も、もう10本以上傘を置き忘れています。傘をなくすたびに、妻に怒られています。I'm sorry. 四つ目、学校に子供一人で通う。 日本では多くの子どもが学校まで歩いて通っています。小学生であっても多くの子どもが一人で学校まで行っています。外国の方から見れば非常に驚く光景です。国によっては一人で子どもが歩いていると犯罪に巻き込まれないかなと 不安になる人もいるでしょう。しかし、日本では普通の光景です。私自身も小学校は毎日一人で通っていましたが、危険な目に遭うことは一度もありませんでした。他の国と比べて、日本では子供が犯罪に巻き込まれる可能性は低いです。 しかし、それでも昔よりも子供が巻き込まれる犯罪は増えています。学校の先生は子供たちに集団で帰るように指示することもあります。また、子供の安全を見守るために帰り道に親が立っていることもあります。日本に来たときは、 子供が一人で学校から帰ってきても、驚かずにそっと見守ってあげてくださいね。五つ目、自転車などを屋外に置いている。日本に来た外国人が驚くこととして、私物が家の中だけでなく、屋外にもそのまま置いていることが多いということです。 例えば日本人の多くは自転車を屋外に置いています。外国から来た人はあの自転車取られないのかなと心配になることもあるでしょう。もちろん高級な自転車に乗っている人は自宅内に置いている人も多いです。しかし通勤や通学で使う自転車は 家の外に置いている人も多くいます。日本では自転車は購入した時に防犯登録をする決まりになっています。もし自分の自転車が盗まれた場合は、警察署に届け出をすることで、その番号を元に探すことができます。運が良ければ、 見つかることもあります屋外に自転車を置くのはこのようなシステムがあることも理由の一つと言えるでしょう平和すぎて驚く日本人の生活最後の特徴です財布をお尻のポケットに入れる外国から日本に来ている人の多くは日本人が ズボンの後ろポケットに財布を入れている人を見たことがあるでしょう。これも他の国ではありえない光景です。特に日本の若い男性はズボンのポケットに財布を入れている人が多いです。そんなことをしていたら財布を盗まれてしまうじゃないか。 そのように思う人も多いでしょう。しかし、ここは治安が良い国、日本。日本ではスリの発生件数も他の国と比較してとても低いです。多くの日本人が安心して財布をポケットに入れています。財布をズボンのポケットに入れることには、 メリットがあります。それは取り出しやすいということです。もし、カバンを持ちたくないと思ったとき、ポケットに財布を入れておくと、すぐに取り出せて便利です。もちろん、この財布はいらないので、スリの人にあげますと言っているわけではありませんよ。はい。 いかがでしたかある人は日本は平和すぎて日本人は海外で犯罪に巻き込まれやすいと言います。確かに日本人は平和ボケしているかもしれません。犯罪に対して警戒心が薄いです。しかし私、太郎はそんな日本が大好きです。 このチャンネルでは日本の文化、日本人の特徴、関西の監修などを面白おかしく紹介しています。この動画が面白いと思った人はチャンネル登録やグッドボタンを押してください。最後まで見てくれてありがとうございました。How was it? one person says japan is too peaceful and japanese people are easily caught up in crimes abroad certainly japanese people are not cautious about crime but i love japan like that this channel is an introduction to japanese culture the characteristics of japanese people and the customs of kansai if you find this video interesting please subscribe to channel and press the good button Thank you for watching until the end. Goodbye. See you soon.